した。やいと申します。今日から1週間のゴールドウィーク、私は出身地の調査に戻ってみんなに調査のことをいろいろ紹介したいと思います。行きましょう。外国の方は調査のことあまり知らないかもしれないけど、実は調査は北京、上海、広州などに次ぐ大都会です。東京から調査まで約2600キロ、直行便で3時間半ぐらいで行けます。1982年から日本の鹿児島市という5都市となっています。調査は星の町と呼ばれて、中国では有名な娯楽都市です。エンターテインメント性が強い、中国で一番視聴率が高い地方テレビ、湖南テレビも調査にあります。調査から誕生した司会者、笑い芸人、歌手、アイドルもたくさんいます。調査は3000年の歴史があり、文化深いところです。調査のもう一つのチャームポイントは食べ物。湖南料理は四川料理と同じ辛いが特徴です。美味しい料理、軽食から夜食までいっぱいあって、ここに来る人たちみんな帰りたくないって。調査は今年で8年連続、中国一幸せな都市と評価されて、また中国、日本、韓国の2017年東アジア文化都市に選ばれました。今回私が案内人になって、この1週間の出来事や友達のインタビューとか、見たことがない中国を動画でみんなに見せたいと思います。